マイキー・ドレッドとしてよく知られるマイケル・ジョージ・キャンベルは、ジャマイカ出身の歌手、プロデューサー、DJ。ジャマイカで初めてレゲエだけを流すラジオ番組、ドレッド・アット・ザ・コントロールズを企画し、DJ を担当した。少年期からエンジニアリングとエレクトロニクスの才能を表しており、1976年に大学を卒業すると、ジャマイカ放送協会にエンジニアとして勤める。 ジャマイカで有力なレゲエ楽曲が録音され始めていた1970年代、キャンベルは退屈な外国のポップスばかりの JBC のプログラムに感動を受けることはなかった。彼は上司を説得し、レゲエだけを流す自らの深夜ラジオ番組、ドレッド・アット・ザ・コントロールズの企画を通した。まもなくこの番組は JBC で最もポピュラーな番組となる。楽しく。 大胆な音楽スタイルから、ドレッド・アット・ザ・コントロールズは、ジャマイカ中でヒットした。必然的にキャンベルは、保守的な経営人と対立し、彼は抗議のため退社することになる。その頃には、キャンベルはすでに歌手及び、プロデューサーとしての一定の評価を受けており、自身の作品のレコーディングを開始する。そして、ドレッド・アット・ザ・コントロールズ、エボリューショナリー・ロッカーズ、 第3次世界大戦といったアルバムはレゲエファンに高く評価された。プロデューサーのキングタビー、カールトン・パターソンとの共同作品もそれぞれ高い評価を得た。キャンベルの音楽はイギリスのパンクロックバンドザ・クラッシュに注目され、彼らのプロデュースのためイギリスに招聘されることになる。最初はこの野放人を疑っていたが、キャンベルはシングル バンクロバーのプロデュースを通じて、すぐにバンドと打ち解け、1980年のアルバム、サンディニスタ。では、数曲のボーカルを担当した。キャンベルは、クラッシュに帯同して、イギリス、ヨーロッパ、アメリカツアーをめぐり、新たなファンも獲得していった。ロンドンのナショナルブロードキャスティングスクールで、メディア制作やラジオ放送の技術に磨きをかけ、1980年に、 特別賞を得て卒業した。UB40 のダブトラックをプロデュースし、彼らのヨーロッパ、スカンディナビアにサポートで帯同した。彼のイギリスでの仕事には、レゲエドキュメンタリーのナレーションもあり、シリーズものの、ロッカーズ・ロードショーや4チャンネルでの6部作、ディープルーツ・ミュージックでホスト役を務めた。後に、ベイ、ワーナーのために録音した、ザ・ソースは、定期的に、ビデオを放映された。 1991年には、プロファイルとアフリカンアンセムリビジッて登録音。フレディ・マクレガー、ロイド・パークス、ウィザ・ピープル・バンド、ルーツ・ラディクス・バンドと共に、ヨーロッパ、アメリカでツアーも行った。1992年、ガンズ・アンド・ローゼズの元、ギタリスト、イジー・ストラドリンと、キャント・ヒア・エムでコラボレーションした。1990年のコンピレーションアルバム、 ベストセラーズによりビルボード氏の賞の一つ、ネドアワードにノミネートされた。1993年にはアルバムオブセッションのサポートツアーやプロデューサーだけでなくディレクターや出演者も務めたカリビアンサテライトネットワークの数々の番組など様々なプロジェクトに関係した。1994年にシカゴで行われたマーティンズインターナショナルレゲエミュージックアワードで カルチャーアード・オブ・オーナーを獲得。1995年には、ウェイブス1170と、ワキシー AM790 で、ラジオの DJ を務める。1996年には、イギリス、ブライトンのエッセンシャル・ミュージック・フェスティバルに、パフォーマーとして参加した。フォート・ローダーデールの芸術研究所で、テレビ、ビデオ制作の知識を深め1996年に、卒業。 フロリダ州ボカラトンの林大学では優等な成績で国際コミュニケーションの文学史修士号を取得した。彼は、クラッシュ、UB40、ボブ・ディラン、カルロス・サンタナ、マッカビー、チャンネルワン、他、多くのアーティスト、バンドと共演した。彼は、シュガー・マイ・ノット、ジュニア・マービン、R16、ウォリー・バッカー、サンシャイン、ジャー・グランディ、ロット・テイラーのプロデュースも行った。 また、エディ・フィッツロイを売り出すために、プロデューサーのトレバー・エイリオットと親密に働いた。2004年の映画、50回目のファーストキスのサウンドトラックでは、リップス・ライク・シュガーで、シールと共演した。マイキードレッド、2006年プロデューサー、歌手として長年働いた後、キャンベルは仕事を退き、大学時代を過ごしたマイアミへと移った。 レコード会社との不公平な契約にうんざりしていた彼は彼のすべての作品の契約切れを抜け目なく待ちその多くをドレッドエイティ・ザ・コントロールズレーベルで再発売したクラッシュの1980年のアルバムサンディニスタのトリビュートザ・サンディニスタプロジェクトにザ・ブリザード・オブ・78と参加しシリコン・オン・サファイアを収録した2004年に録音された このアルバムは2007年5月15日に0時2分59秒レコードから発売された。2007年10月、マイケル・マイキードレッド・キャンベルが脳腫瘍で治療中であることが公表され、2008年3月15日にコネチカット州スタンフォードの姉妹の家で家族に見守られて息を引き取った。ありがとうございます。